山崎育三郎が主演し、松本ほのかがヒロインを演じるドラマ、リエゾン子供の心診療所、テレビ朝日系、毎週金曜23時15分が今夜スタート。第1話では、佐山、山崎育三郎が開く児童精神科クリニックを、研修医、志保、松本ほのかが訪れる。同名の人気漫画を吉田のり子の脚本で実写化する本作は、郊外の児童精神科クリニックを舞台に、自らも発達障害を抱える院長と研修医が、発達障害をはじめ、様々な生きづらさを抱える子供とその家族にまっすぐに向き合い、寄り添っていく姿を描く医療ヒューマンドラマ。山崎が主人公の、佐山子供クリニック、院長、佐山拓、松本がドジな研修医、遠野志保を演じる。共演には志田未来、戸塚純喜、吹雪純、栗山千明が顔を揃える。郊外にある児童精神科、佐山子供クリニックの院長、佐山拓、山崎育三郎は、臨床心理士の向山和樹、栗山千明と共に、発達障害など心に生きづらさを抱える子供とその家族たちの診察を行い、向き合う日々。同じ頃、大学病院の小児科で研修を受けていたドジな研修医、遠野志保、松本ほのかは、またしても遅刻をしてしまい、教授に呼び出される。そこで遅刻したことを怒られるかと思いきや、実は志保が重大な医療ミスにつながりかねないミスを犯していたことが判明。教授から医者になることを諦めろと告げられてしまう。ショックで愕然とする志保は、気づけばある場所へ向かっていた。そこはかつて幼い頃に住んでいた郊外にある小児科、心療内科の、リエ子供診療所。怪我をしては親には内緒で訪れて院長の佐山リエ、吹雪純に優しく対応してもらっていたのだ。ところが志保がたどり着いた先は、佐山子供クリニック、となっていて。ドラマ、リエゾン子供の心診療所は、テレビ朝日系にて1月20日より毎週金曜23時15分放送、一部地域で放送時間異なる。